本当に言霊ってあると思いますし、この間ね、下さんがすごいいいこと言ってたなっていうのがあって、やっぱりね、口にしたことだったりとか、したことっていうのは、いずれか巡り巡って帰ってくるっていうのは、下さんも言ってたんですよね。僕は本当に、ね、今コメントにもありますけど、神は細部に宿る、い、い、あの、宿るってね、書かれてますけど、本当にそうだと思いますね。だから、本当に細かいこと、一歩一歩、積み重ねるしかないし、その1ミリ、その一歩、そこに人生をかけられる覚悟をみんなが持たないといけないので、僕はその覚悟を持ってこのチームに来ましたし、それはピッチ内だけじゃなくて、ピッチ外も、皆さんに、やっぱそこを、酒井隼人っていうところを証明するために来ましたし、山のために、松本、信州のために、やっぱこう、僕の力っていうのを100%、120%尽くすっていうためにね、移籍してきてるんで。なので、やっぱそこの覚悟をね、全員が持たなきゃいけないですし、もちろん僕は全員が持ってると思ってるんで。なのでね、最後の最後でみんなでね、一番上で笑って、優勝したねって、昇格したね、朝早く得点を取ったねって、そういうふうに笑えるようなね、シーズンに、これからね、していくためにも、まず明日の練習、そして今週の試合、勝つためにね、準備していきたいなっていうふうに思ってます。そう、本当に言霊ってあると思いますし、この間ね、下さんがすごいいいこと言ってたなっていうのがあって、確かにそうだなって僕も気づいていたんですけど、すごいなって、確かにそうだよなって思ったのは、やっぱりね、口にしたことだったりとか、したことっていうのは、いずれか巡り巡って帰ってくるっていうのは、下さんも言ってたんですよね。だから、なんか自分がね、そういう形で、矢印を相手に向けてしまったりとかってなった時に、それって結局最終的に自分たちに返ってくる。だから僕は、こう、なんだろうな。あまりこの、そうですね、プレーのうちはもう本当に一瞬一瞬なんで、なかなかね、あれですけど、でもやっぱ一つ一つ口にすることも、より、どういうふうに伝わるのかとか、これを言うことが自分の中で本当に自分に最後帰ってきた時に本当に自分の、こう力になるかというか、それをこう意識してやってきたんですよね。だからこそ僕はそれこそ、もちろん怪我をしないって言ってたけど、怪我をしてしまったとか、そういう、そこに帰ってくることありましたけど、そうやって帰ってくるっていうか、言ったことが有言実行できないことももちろんあったりしましたけど、でも僕はその怪我をした瞬間から、いや、これはその飛躍するための、屈伸運動だと。だからこの1ヶ月でしっかり準備して、さらにパワーアップして帰ってくるっていうことを言い続けたし、どんな時もやっぱこう、チームがね、例えば1-6で敗戦したとしても、やっぱりどうやったらこうね、自分が入った時にどう変えられるのかとか、どういうふうにね、こう、自分ごとにね、考えたりとか、チームを見た時にそれを自分たちとして考えられるかとか、それをこう置いた時に、本当にやり続けた頃からこそ、今があると思ってますし、点がうまく入らなかった時に、いろんなことを思うことだったりとか、それがね、自分だけじゃなくて周りからのプレッシャーだったりとか、いろいろ言われたりとか、いろんなことありますけど、でも、僕は、得点を取れるって信じてますし、今、こう、点を取れてない、
とかっていうのは自分の中である程度この分析できていたりとか、逆にそのチャンスシーンを作れてなかったっていうのであればもっと問題なことっていうところはあったんで、なんでそこまでネガティブに考えてなかったし、やっぱそういったマインドだったりとか、そういった言葉にすることだったりとか、やっぱそれは結局巡り巡って帰ってくるんだなと思うと、僕はそういった一言一言大切にしたいなというふうに思いますし、うん、島さんもね、やっぱそういうことはすごく言ってたんで、だからやっぱり本当に一つ一つの言葉が重いし、そこに対して僕らはね、この本当にそれを信頼できるっていうふうに思う、ね、ことをね、やっぱり下さん言ってくれるし、うん、やっぱそこだからこそやっぱね、優勝して胴上げしたいなっていうふうに思うし、うん、やっぱそういうふうに、うん、こうチームがね、全員がやっぱ進むっていうのがあるべき姿だと思うんで、うん、そうなっていくためにもやっぱ僕が一番最前線にいるので、ね、背中で見せていきたいなっていうふうには思ってます。はい、そうでね、なんかそれにすごい似てるかもしれないんですけど、あのゴルフのタイガー・ウッズって選手いるじゃないですか。で、あの選手って他の選手がパター決めたら、例えばね、自分よりもあの自分にプレッシャーかけられるみたいなシーンも応援するみたいなんですよ。入れ入れ入れって、で吐いて、そして俺も決めるっていう、そういう風なマインドでいるらしいんですよね。でそれっていわゆるさっきの、話じゃないですけど、やっぱりネガティブなことを口にし、まあネガティブなことを口にしないというか、まあそこで例えば外せってなると自分に対してまた巡り巡って帰ってくる可能性があるわけなんですよ。うん、だからそこをね、人に対してもそういう風に入る、だからこそ自分も決めるっていう、やっぱそこをやっぱすごいパワーにしてるし、それがやっぱ帰ってくるってことを知ってるんでしょうね。あれだけの経験があったりとか実績があったりすると、うん、僕はそんなね実績もないし、今までもねたくさん言ってきたことってできなかったことだったりとか、うん、うまくいかなかったってたくさんあるけど、でもやっぱりそれをすることが最終的に、うん、僕は結果として現れるって、サッカーの神様は細部に宿るって言われますけど、最後サッカーの神様が微笑んでくれるって思ってるんで、僕はそういう風にやり続けたいなっていう風に思ってますね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。次の動画を楽しみにしてください。ではまた、バイバイ。